はい、プレイしていきたいと思います。クレイジーマシン3というわけでね、このゲームはピタゴラスイッチ系物理演算、また違うこと言ったなもうダメだ、言おうとしたら無理だ。バーベキューをするのにぴったりな日だ。それじゃあ準備を始めよう。キッチンの備品すべてとランプのスイッチをオンにしようというわけです。キッチンの製品すべてとランプにスイッチオンにしようってこと？こういうこと？ん？あ、これ動くぞ、これ動くぞ。なるほど、じゃあこれも動くのかな。あ、動いた。あ、すごい面白い。で、これをこっちにさせばいいのかな。おー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 、なるほど、電気の使い方の勉強ってわけだね。今回このゲーム重要な要素になりそうだぞ。こういうことか。そう、物理演算プラスピタゴラスイッチじゃなくて、物理演算プラスパズルでピタゴラスイッチのようなゲームですってこれで OK だね。あ、待って、これ引っこ抜けてる、引っこ抜けてる。ちゃんと刺して、ちゃんと刺して OK。あ、ダメだ、これちょっとテーブル置こうか。ちゃんと分かった、これ意外とコンセントの位置が重要だね。適当にやりすぎたらダメだったね。そういうこと？しまったな、しまったな。何が浮いて何が落ちるの？ちょっと待って、あ、全部落ちる。あ、いいじゃん、クリアした、クリアしたこっちでなんか丸焼きにされてるやつがいる。うまさん、かわいいですね。次行こう。で、今のを踏まえた上で電気製品のなんかやれってことだね。水は十分みたいだね。でも花を成長させるに光がもっと必要みたいだ。どうにか試してみよう。なるほど、光、これだな。じゃあここに電気を回してやればいいんだね。なるほど、ちょっとこれ難しいぞ。最初にコードをクリックし、次にオレンジの電源ソケットをクリックすることで差し込む口にプラグを差し込むことができます。 OKOK。 お、太陽光パネルがあるぞ、電源もあるぞ。3個口、なんだこれ、角度が違うね。ボクシングラックレール、妙な組み合わせなるほど、これこうだな、絶対こっちだな。まあこれこうだろうね、だってこっちまで届かないもん。こっちと思わせといてのこれだから多分。で、こうでしょ、でスピーカーが音鳴るでしょ。音鳴ったらどうなんのよ。あ、そういうこと、こういうことだ。これがライトで、ライトが光ってこの太陽光パネルが光って電気が来て、こいつ回って押してスピーカーが鳴って、多分鳴ったらこいつが騒ぎ出すんだろうな。そうじゃないとクリアできないもんね。よし、行こう。あ、違う、スピーカーがどんどんするからこいつが寄ってくるんだ。なるほど、面白い。もう一回見てみる。こっち、お花はもともと咲いてるんだ、こいつが出てきただけか。OKOK 次行こう。なるほど、使い方ね、今チュートリアルみたいな感じね。ショーの開幕、さてこの場所で劇が始まる、とっても楽しめ。さあこの劇場に電力を供給しよう、電力を供給しよう。なるほど、こっちにもなんかあるな。これなんだろう、これわかんないね。これが目的かな。でこれがなんか最初のポイントっぽいよね。
ケーブル付きの扇風機、電気モーター、回すには電力が必要、ドミノ、矢印がついてるか、これスタートポイントかな。まあこれがこうなって、なんだこれ、なるほど、ドミノがここだ。ドミノはここで押したらなんか電気発生して、これ本当に電気発生するのかな。でもそうでないとこれ動かん。あ、これスイッチだ。バッテリーからの電源をこれが入ることによって次に通すんだ。でこれ乾燥機が回り出して、振動でこいつが落ちて、このボタンが押されて、こっちのモーターが必要だね。どうするのモーター、これちょっと、え、ここでいいの、あ、ここでいいね。モーターが回って、これが上に行くでしょ、これスイッチを押すでしょ、押したらライトがついて、これ隣がいいかな、ライトがついて、よいしょ、ライトがついて、ライトがついたらこれが回るでしょ、でこれやったら扇風機だな。そしたら扇風機が行くでしょ、扇風機が行くでしょ、扇風機が行って、でこれが回るでしょ、これが落ちて、これが転がる、これが転がってきて、こうかな、これでいいのかな、こっちかな、ここでいいよね多分ね、ぴったりにしとこうか一応。でこれが行って、ドンドンドンってなる。え、問題こいつでしょ。え、どうやってこいつに電気供給する、届かないよね。え、まさかここから届く、下から。いや届かないよ、届かないよ、届かないって。あ、ここはこれ以上届かないよね、こっちも届かないよ。じゃあ上だな、上上だ、こっちから、あー届かない、ん、どういうことだ、俺はなんか大きなミスを犯しているのだろうか。こっちからこっちに届く、届く、あ、ダメだ、赤線になってる。つまり電源ここだな。あ、これこっちだ。こうだ。こうだ。もうちょい、え、あ、これこうかなるほどなるほど、え、ちょっと待って、これダメだよね、ダメだよね、これが押してこれが回って動くんじゃねえの、重さ足りないんだ、なるほど、これが倒れてきてこれで押すっていうのは分かるんだよ俺はね。あ、これドミノじゃん、こっちのドミノが足りてねえんだ、なんだ、なるほど、重さが足りないんだね、これは。それをチェックしたかったんで、これでいいんだ。ピッ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 つって、これが押して、ドミノ倒して、あ、これ針じゃないんだ、なるほど、ピッピッピッって転がってきて、ポチッと押して、ズン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 、ガーン、あ、これ倒す式か、そういうことか、なるほど、面白い。というわけで今回はここで終わりにしようかな。次回のステージ1で見るか、簡単そうだったら行くし、簡単そうじゃなかったら終わりにしましょう。
次回はこんなステージです。これはちょっと難しそうですね。というわけで次回これをやっていきたいと思いますので、よろしかったら次の動画見てください。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。というわけでプレイしていきましたクレイジーマシン3、ご視聴ありがとうございました。動画の下の説明欄にプレイリストありますので、よかったら使ってください。セシカでした。